甘いマスクの科学奏者として活躍してきた東儀秀樹、東儀秀樹さん。一流芸能人にふさわしく、自宅は世田谷区の高級住宅街にあると噂されていますが、本当なのでしょうか。また年収がいくらなのかって、さらに愛車、愛用のバイク、ピアノなどの趣味に関する情報も見ていき、普段の生活の様子を確認しましょう。東儀秀樹のプロフィール、本名、東儀秀樹。生年月日、1959年10月12日。身長、177cm。出身地、東京都。最終学歴、国学院大学文学部第2部振動学科中退。所属事務所、矢島さと子事務所、ユニバーサルミュージック。目次、東儀秀樹の自宅があるのは世田谷区の閑静な住宅街。東儀秀樹の年収は推定数千万円。東儀秀樹の愛車はフェラーリやベンツ、ジャガーなど。東儀秀樹のバイクは4コア。東儀秀樹はピアノが趣味で親子共演。東儀秀樹の自宅があるのは世田谷区の閑静な住宅街。東儀さんの自宅は東京都世田谷区にある閑静な住宅街に建っています。約120坪の敷地にある2階建ての一軒家です。2021年現在は奥さんと中学生の息子、のりちかさんと共に暮らしているそうです。東儀さんは幼少期から世田谷区界隈に暮らしていました。結婚してからは何度か引っ越ししたものの、世田谷区周辺から離れたことはないそうです。2010年前後に庭付きの空き家を見つけたため、庭以外を更地にして新たに今の家を建てました。建築の際は担当建築士と何度も打ち合わせを行い、希望のすり合わせをしたとのこと。東儀さんはシンプルで清潔感があり、かつモダンで機能性もある家という希望条件を出しました。さらに何よりも、どこにいても家族の気配を感じられる家を望んでいたそうです。かなりこだわりが強かったことが伺えますね。そんな多くの要望を建築士は見事に満たして家を完成させました。庭に面したミーティングルームの窓越しには四季折々の植物と息子さんが遊ぶ姿が見えるそうです。家族の気配が感じられる温かみのある家に、東儀さんは心から満足しているのでしょう。東儀秀樹の年収は推定数千万円。世田谷区の自宅には削減局作業で使う防音スタジオもあります。高級住宅街に建つ立派な家はまさに豪邸です。豪邸暮らしの東儀さんですから、かなりの年収を稼いでいるに違いありませんね。正確な年収記載は公表されていませんが、おそらく数千万円は稼いでいるのではないでしょうか。コンサートやライブでの演奏活動、作編曲による印税、メディア出演料を合わせればかなりの期待になるはずです。さらに2013年に YouTube で演奏動画を公開し始めてからは、累計4万円ほど稼いできました。動画配信はあくまで趣味のようですから、高収入を得てはいないものの、不労所得があればいざという時に役立つはず。様々な収入源がある東儀さんだからこそ、豪邸で優雅に生活できるのでしょうね。東儀秀樹の愛車はフェラーリやベンツ、ジャガーなど。東儀さんは大の車好きとして知られています。世田谷区にある豪邸の一室には、東儀さんがコレクションしてきた名車のミニカーが飾られています。コレクションルームはガレージと隣接しているため、ガラス越しに愛車を眺めることも可能。車愛好家らしく、常に車を眺めていられる室内空間にこだわったことがわかりますね。18歳で初めて運転した車は、日産スカイライン 2000GT だったそうです。以降はメルセデス・ベンツやポルシェ、フェラーリなどを経て、2011年からはジャガー XK140 も運転しています。
大方の有名な車は制覇しているようですね。さらに博物館に所蔵されていそうなクラシックカーも所有しているとのこと。今でもクラシックカーを運転してコンビニにも行くそうです。コンビニの駐車場に他とは趣の異なるクラシックカーが止まっていれば、車好きな人でなくともつい見入ってしまいますよね。よく息子の乗り近さんを連れてドライブに行くと言います。将来は息子さんもスマートに高級車を乗りこなす素敵な大人に成長するのでしょうね。東儀秀樹のバイクは4歩は。東儀さんは車だけでなくバイクにも好んで乗ってきました。2011年天気が良いためひとっ走りしていた時、車をアクセルターンで避けようとした瞬間に後輪がずり、体を地面にぶつけ肋骨を7本も折ってしまいます。乗っていた刀スズキ GSX1100 も壊れてしまい、しばらくはバイクに乗ること自体を控えることになります。しかし体の調子が良くなった頃、バイクを修理しているうちに再びバイクに乗りたくなってきたといいます。結果的に刀を修理しながら新しいバイクを購入。高校時代に憧れた4歩はホンダ CB4004 を買ったそうです。古いモデルのため速力は刀に劣りますが、デザインがかっこいいため満足しているとのこと。事故には十分に気をつけて、いろいろなバイクを楽しみ続けてほしいですね。東儀秀樹はピアノが趣味で親子共演。東儀さんは雅楽奏者でありながら、ギターやピアノなど洋楽用の楽器も見事に演奏できます。NHK 番組ピエピアノではバンドでの演奏経験がある息子の乗り近さんとピアノでセッションを楽しむ様子が放送されました。音楽好きの仲良し節にとってピアノもまた一種のコミュニケーションツールなのでしょうね。今後も節揃って精力的に音楽活動を続けていくことでしょう。